激しいディフェンスでエナジーもたらす上田俊介、背番号23番サウスポーのオールラウンダーノバー・ガドソン、背番号19番スリーポイント成功率軽く4割オーバー西田雄大、背番号43番韓国のスタープレーヤー日本でも輝くイーデソン。エンドワン、バスケットカウント。今画面でもご覧いただいておりますがミスターグラウジーズ水戸武です。今度はもう一回レイバー、またまた連発。長野どうデザインするか。石井得意のスリーポイント、その奥のガードナーでした。ここも石井駆け巡っていますが隅のいいスクリーンがかかった。ガードナーのスクリーンが綺麗に決まりまして隅の、あ、これ高橋が三河のポイントガードをマークするマッチアップできてるんですね。このメンバーの時は5アウトになりますからね。あ、そうですね、はい、今度はドライブからダブルクラッチでいったんですが久保田決められず、さあ逆に速い攻め、マフィージュニア、エンドワン。あ、最後はうまくアウトレットしました久保田。そこからわあ奪い返したスティール、今度は水戸から1対1になっていますから、これはミラーが1本もらいました。バスケットカウント、ここはもう2点だけでも良かったですよね。まあ、ただ向こうが当たってきてるような感じもあったんでしょ。ギャップアタックっていうのは基本なのでゾーンアタックの、はいはい、今のようにドライブ仕掛けていくのはいいと思いますね。うまいパスだ、ガードだ、今のビハインドパス素晴らしい。でチャンスがあればダブルチームいきますからね。これもいいディフェンスになっている、奪った三河、1対1、あパワーダンク、ワンハンドダンクできました。レイマン再びゾーンできています。ちょっと周りの動きが止まります。しかしうまくウト、ナイスパス、ガソンが決めました。オフェンスリバウンドで隅野が今日いいところにいるんです。これもナイスパスだ、アリウープパスから最後レイマン、しかも1本バスケットカウン。さあそして奪って早く攻めていく長野がいいところに陣取っていた、その長野のスリーポイント、上田ガドソン、うまく外してからのスリー、これは落ち着いていました。隅野もいいディフェンスだったんですが、石田ガードナーからいいパスだ、ヒデソン、アシストダマンでガードナーオフィシャルタイムアウト、90対77、シーホース三河4連勝、貯金も4つ。